はい、こんばんは、ネスです、お久しぶりのチェイス・ザ・エクスプレス2週目シナリオ S やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いきましょうか、ネス・アクトリオム A1 個目さんいらっしゃい、オイス2個目さんいらっしゃい、ほぼセガールです、ニコニコ1個目さん、冷凍うどんさんいらっしゃい、こんばんは。よし、じゃあやっていきましょうか。ちょっとなんか音でかいかな。こんなでかかったでしたっけ、チェイス・ザ・エクスプレス4ぐらいやったかな。よし、じゃあ行きましょう。2周目、あれどれやったっけな、ミンスクか。時間的に主人公はコックですね。コックではないですね、一応軍人ですね。3個目さんいらっしゃい、こんばんは。多分これですね、ミンスク。多分ビリーと初めて会った直後ぐらいにセーブしちゃうかな。まあ、できればね、まとめてシナリオ S はやりたかったんですけど、どうしてもちょっと長時間取れないんで、まあやっていきます。まずは大佐に電話。大佐、あ、またこいつ。モートン少尉、私としては部隊の撤退には反対だった。司令官のやり方は手ぬるい、テロリストを調子づかせるだけだ。我々は世界の警察としていかなる犠牲を払っても力に屈するわけにはいかんのだ。君の判断に期待している。たまに出てくるあのおっさん、まだ7号車のランチャーに発射されていないミサイルがあるはず。8号車2階がミサイル管制室よ。そこにミサイル制御スイッチがあるわ。時間がないわ、次の発射を阻止して。火災報知機が、火災警報が作動して扉が開かないの。警報を解除してからそっちに向かうわ。ワイヤーでいらっしゃい、こんばんは。まあアイテム類、体力ちょっと少ないですけど、まあまだ大丈夫かな。リロードしときましょう。まあ、でも2周目始まってまだかなり序盤ですよね。とにかく8号車2階へ向かいましょう。気絶しているようだ。列車はベラルーシ・ミンスク城を通過。し、大丈夫やな。これ8号車かな。8号車ですね。2階後方デッキ、これが新しいエレベーターアクションです。そうです、そう、これがヘラクレスの栄光ですね。チェイス・ザ・ヘラクレスの栄光。機銃のコントローラーがある。電源が入っていない。主人公の性的嗜好を教えてください。あの、僕と同じくケツフェチです。この板前のような髪型をしたこの男、これがジャック・モートン少尉。ジャック・バウアーではありません。あ、クルーズ来ますね。よし、これで向かいましょう。
クルーズのみんないらっしゃい。中卒で職人にやらないか。この寿司屋の板前のような男がたった一人のこのハイジャックトレインの生き残り。うほ、大学行くんだろお前ら考えて。お断る。あの JD がボイチェンでおっさんの声出してます。ロックされている。ジャック・バウアー、加納大納言さん、神崎隆生さん、隆生さん他4名の方ありがとうございます。いきなり、ああ今無駄に一発食らったな。 JD がいると聞いていらっしゃい。17個さん、意外とこれちょろいやんけとか思いつつ、アイテムがかなり厳しいゲーム。このバイオギアソリッド、コンテナが積まれている。うわ、嫌なところで。やべえ、当たる。あぶね。うわ、ここ食らうんか。今完全に物陰隠れてたやん。スネーク、スネーク。大佐の声が響き渡りましたね。っていうかもうすでにちょっと一周目の流れを忘れかけている。危険な状態。でもパッとクイックターン一瞬でどのボタンかまだ押せたんで、まだ大丈夫ですね。動きとしては。まあでもあのボウガン男も火炎放射器マンも倒してない状態なんで、いつその1周目とのシナリオの変化が来るかですよね。オーバーで、あーしまった、リロード忘れてた。しょうがない、これも使うか。救命パック、救急キット、レーション使いましょう。レーション、2発も無駄に撃ってしまった。よし、後ろ振り向くのはいいけど、しゃがめないのが痛いですね。前に突っ込むか。ただ突っ込んだら前から敵来る場合もあるんですよね。ちょっと遠かったな。しかもアイテムを落としていない。よし、レーション、怖っ。いきなり来たな。そしてアイテムなしと。とにかく2階だ。事件は全て列車の中で。いきなり。バカめ。
し。あれ、これも機銃装置やな。電源が入っていない。あれ、これヘリのところでしたっけ。あ、違うかったかな。股間、股間、股間を狙い撃ち。バカめ。救命キット。完成制御装置のキーだ。キーを回しますか。どうやらミサイル発射を阻止できたようだ。よし、こちらスネーク。救出部隊第2班より連絡が入ったわ。現在救出部隊第2班は列車後方 500m に接近。敵武装ヘリ数機が列車上空を旋回中のため、これ以上接近できない。応援頼む。8号車に機銃があるはず。敵のヘリを機銃で牽制して。あ、了解。そうか、ここで機銃イベントですね。その前になんかファイルがあったような。ないか。後部を後ろから撃たれたようだ。顔面が原形をとどめていない。クソ、こいつハンドガンのマガジンでも落としてたらいい。いい反応速度。正確に心臓に2発撃ち込まれている。完全にプロの仕業。項目、実務任務と装備。ブルーハーベスト号は局地制圧用武装列車として設計製作されている。時速400キロの走行を可能にするロシア製空力ボディ、米独仏で共同開発された高出力ディーゼルエンジン、レール幅自動修正システム搭載、地対空ミサイル発射装置及び40ミリ対空機銃機関砲各2門、装甲車武装ヘリ積載、ミサイル誘導 TVM システム、対電子戦 ECM システム及び各国軍事施設と密接にリンクしたアドバンスド通信端末を装備。つまりなんかようわからんけど最高級ってことですね。役に立ちそうなものはない。よしよし、こういう細かいアイテム拾いが重要になってくる。ミサイル使用書、積載ミサイル概要。新型 TMD システムにより衛星支援を受けて弾道ミサイル迎撃を実現。同システムにより対地ピンポイント攻撃も可能。搭載ミサイルパトリオット海、最大射程距離200キロ以上、有効射高150キロ、最高速度マッハ3以上、補足。システム切り替えで対戦術弾道ミサイル ATBM を戦術攻撃ミサイルとして使用可能。あ、止まりそう。大丈夫か。戻りましたね。あ、ここの電源切っていいんやったっけな。あ、でも動かさんとあかんか。これで電力供給。撃たれて死んでいる。
機銃操作説明、攻撃と方向機照準移動、方向機×で高速。よし行きましょう。あれ、ベラルーシちょっと変わりましたね。おれれれれ、やばい、ちょっと無駄打ちしすぎた。当たってない。ん？ん？なあこれ。敵よりが離れていく。すげえムズなってるな。前もっと落とせたんですけど。でもあれかな、難易度変化ないんですかね。4機ぐらいは普通に落とせたんですけどね。今多分1機ぐらいしか落とせなかったですよね。事態の重大さが分かっていないようだな。我々が所持している兵器の威力は見当がつくはずだ。要求は大使の身代金の半分10億ドルをこちらの指定する口座に入金しろ。グズグズして遅れるなよ。もう一つ、フランス国境までの列車軌道の確保だ。いいか、列車の半径10キロ以内に誰一人近づかせるな。調整する時間が欲しい。我々の気の短さを知っているだろう。作戦は中止、即刻ヘリに帰投命令を。おとなしく指示に従うことだ。また連絡する。少尉につないで。あのボリス・ズゴースキーが元 KGB 特殊工作員で暗殺のプロ、彼が主犯よ。ロシア軍部の情報から彼らが旧ソ連製核弾頭数機を列車内に持ち込んだことも考えられる。さらに厄介なことがもう一つ、マスコミが事件を嗅ぎつけた。核弾頭を持っている可能性がある以上、下手に手は出せない。とにかく大使の保護を最優先に。了解。クリスティーナ、そちらの状況は？火災警報を解除したわ。9号デッキで合流を。了解。途中の部屋に負傷兵がいる。手当てを頼む。これで医務室かな。ちょっとでもミスりましたね。全然撃ち落とされへんだな。あれによってまたシナリオが変わってまうんやろうか。でもようやくあの緊迫状態から抜け出せましたね。負傷兵を一人保護したけどだいぶ弱っているわ。9号車のデッキで合流しましょう。ルブリン、一瞬だけ別のところに来ましたよね。ベラルーシの
あれ完璧に撃ち落としてたら別ルート行けたんかな。出血がひどいわ。医務室はないか。あるわ、6号車よ。5号車。え、ガク、先に様子を見てくれ。彼を頼む。忘れてましたが、襲われた時敵の一人が落としたものです。カードキー R を入手しました。これもうドライバー使うところなかったですよね。ここは任せてください。医務室は6号車にあります。うっ、5号車。くそ、クリスティーナと喋らせろ。喋られん、しょうがない。とにかく常にアイテム欄には空きを作っておくべき。まあここでいいか。で、ボックス。これどこのキーやったっけな。まあいいか。これを、これでいきましょう。で、まずは医務室のクリアリング。医務室までの道をクリアリング。ポーランド・ルブリン。ベラルーシからポーランドへと入りました。8号車ここは、いやでも2周目やから、なんか箱の中になんかある可能性もあるな。ちょっとイクイップ外して、このヘナチョコパンチでなんとか。やあ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 。これでなんか下がりながら戦えって言ってましたよね。やっぱなんもないな。カードキーがなければ開かない。開いた。8号車、7号車か。ミサイルのステータスパネル。ドモシェリー、ドモ&シェリー、小型兵器ですね。キャタピラ付きの。遠い。くそ、まあいいか。一発食らっちゃいましたね。
これがギアーズ・オブ・ウォーですね。いらっしゃい、20個目さん。こんばんは。ん？来た。アイテムくらい落とせや、こいつ。バイオギア、バイオギアハザードですね。バイオギアハザードじゃない。あれ？アイテム落ちてないか、これ。メタルギアハザードです、これ。ただのあれか。あ、やっぱり落ちてた。よかった。完全に死角にレーションが落ちてる。お宝だ。はい、というわけでニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。あとクルーズで降りて見てくれた方ありがとうございました。続き次枠でやっていきたいと思います。お時間ありましたらまた見に来てくれると嬉しいです。ジャック・モートンも喜んで転がっています。フレッシュデスファクトリーオブエーを見てくれている方はそのまま引き続きやっていきます。しばらくお待ちください。よし、じゃあ枠取りしましょうか。十分に転がったところで、いちこめさんいらっしゃい、ありがとうございます。かなりお早いお月でしたね。よし、6号車へ。いつドモ&シェリーが、いやそんなに違いはなさそうですけど、さっきのあのイベント若干なんか前と変わってたんちゃうんかな。変わってないかな。まあその辺終わってからアーカイブで違いを探すのもいいかもしれないですね。でも明らかにこれは全然違うやろみたいな変化はまだないですかね、今のところは。ただこのコンタクトで本部と電話したとき、敵はねそんなに強くはなってないですね。たださっきのヘリ落とすイベント、機銃イベントはちょっとなんかむずなってたか、僕の腕が落ちてたんかわかんないですけど、あんまりヘリ撃ち落とせなかったですね。結構近くに電源あったと思うんだけど、ないか。2階にあるんか。敵おるよな。初見さんいらっしゃい。こんばんは。これやったことあります？今2周目のシナリオ S をプレイ中ですね。
コンタクトはなんて言いかけた？あの女の上官みたいなのと大佐ですね。大佐以外のあのおっさんがちょいちょい出てきますね。この人はいつも出てきました。まあ一周目もでもこうやって細かくコンタクト取ってたら、なんかあの横におるおっさんが喋ってたんかな。あれでもこれ電源どこにあったんやったっけ。電源が入っていないよな。まあ一周目ではフィリップ・メイソンが完全な悪としてその正体を明かされましたけど、シナリオ S ではそれがまたちょっと変わるかもしれないですよね。うわびっくり。暗闇の中いきなり、あいつら暗視ゴーグルつけとるな。やったぜ、マシンガン用ツインマガジン。あれでもマシンガンもっと早めに取れたんやったっけな。こっちか。こん中から出てこなかったでしたっけ、敵おらんな。いやまだですよ。最近はちょっとリアルの釣りの方が忙しいんで、あのちょっとだけお休みしてる状態ですかね。まあでも新年度入ってからちょっとなかなか、あぶね、なかなかこう安定して放送できてない感じですよね。まあしょうがないんですけど。七個目さんいらっしゃい。これあれか、ガス出てるところか。あ、出てる、出てますね、この臭そうなガスが。実験室から出ているあのガス。あの伝説のもう輸血パック揃ってんのにずっと輸血パックを探し続けていたあの恥ずかしいシーンですよ。長寮さんいらっしゃい、こんばん。ジャック、そっちはどう？6号車の安全を確保した。来られるか？すぐ近くまで来ているわ。でも敵に追われているの。なんとか医務室まで行くわ。そこで合流しましょう。ここでビリー生還か、ビリーあの世行きかのかなり重要なイベント。もたもたしていると出血多量でビリーはあの世へ。人工血液の成績のようだ。輸血バッグが抜かれている。医学書や処方箋、薬品がある。ここは調剤室のようだ。軍事用に開発された人工血液 FAB は患者の様々な状態に対応、様々な症状に対応できるよう、血中の各種抗体の成分量は平均値としている。よって患者の症状に合わせ各種血液製剤を調合する必要がある。製剤の調合方法。貧血症の場合 Y 剤を調合。軽出血の場合 C 剤を調合。出血多量重症患者の場合 C 剤と D 剤を調合。この C 剤と D 剤とか言うから2つあると思い込んだんですよね、多分。
補足、今回は試験走行であるため医薬品の備蓄は最低限数となっており、万が一の使用時には注意されたし。ということで、これですよね、 C と D を合わせる。モニターはついたままだ。ドリンクサプライで。傷自体は大したことないけど、かなり失血しているわ。すぐに無輸血が必要よ。ダメですね。医薬品室にも使えるものはありません。危険な状態だわ。輸血さえできれば。待っていろ、ビリー。 B 型 RH プラスと記されている。あ、そういや、あれやな、なんか RH プラスの場合はなんとか何剤と何剤とかそんなもあったような気するな。そのファイルって拾ってないですよね。これまた下手したら書いてましたよね。どこやったっけな。多分そのファイルを拾ってないかもしれん。まあいいか、先にあの輸血バッグ取りに行きましょう。基礎液やな。ここでヒロンやったかな。硫化エクロルチエル系改良ガスによる対流容器散布結果。結果1、電動ファンの作り出す人工気流によって列車進行方向から5秒後にラット A、B 死亡、7秒後にラット C、9秒後にラット D、E が死亡。結果2、ガス吸引時から2秒で昏睡、さらに1秒後いずれの被験体も呼吸停止。ほぼ前日のシミュレーション通りの結果となった。ホルスとシルス。ロッカーだ。入室時の注意。ああ、でもこの辺あれやな。血液型のあの話は関係ないですね。これで毒ガスを消して、うわっ、しもたー、やってもた、これあかん、これビリ死ぬ。どこでセーブしましたっけ、さっき。うわ、どっからや。しまったな、あの、そういうとこだぞ、米来ましたね。しまった、あの、カードキー使った直後にもう預けに行ったらよかったですね。下手こいた。そういうとこですよね。うわ、次のセーブポイントどこやろう。
てかどこまで戻るやろう。どうせやったらあの機銃操作前まで戻りたいですね。その前にセーブしましたっけ。あ、ここでセーブしてるな。あ、してないか。スナコさんいらっしゃい、こんばんは。これ一応これ預けるか。まだ急げば間に合うはず。もう間に合わんかな。チェイス・ザ・エクスプレス2周目やってます。ビリーは最後まで。悲しい曲が流れたら終わりです。そう、バイオっぽいでしょう。メタルギアハザードです、これ。いや、バイオギアソリッドですね。まあ、バスジャックとか、ハイジャックとか、みたいな感じのトレインジャック事件ですね、これは。これだけか。よし。これ何もアイテム違うよな。やばいやばい、うろついてたら。ただバイオとかよりもかなり厳しいですね。あのアイテム数がとにかく少ないのと、で分岐がかなりあるんで、ちょっとミスったらいいエンドは取れないですね。ABCDE ぐらいまであるんかな、エンディングで。1周目で A エンドを取ったらこのシナリオ S モード、2周目シナリオ S っていうのが出て、で君はまだ真相にたどり着いていないみたいな煽り文句とともに、あれどこにあんのやったっけな、あの血液型はこれとこれみたいな。あ、これか。あれちゃうな。これで、B 型 RH プラスで C 剤と D 剤スタート。遅いな。よし、人工血液の生成が終わりました。これすぐさま。人工血液なんて作れるんでしょうか。あ、よかった、間に合った。まだ動かないで。話せるか。もちろんです、運がいいですから。そうだ、5号車5号車になります。奴らが最初に向かったのが5号車だったんです。他には何が。何のキーなのかは不明ですが、通路でこれを。3人はここで待機してくれ。私は大使を探しに前方車両へ向かう。カードキー GR。 なんとか大丈夫です。勝利、俺、運が強いんです。5号車には何があるのかしら。
大使は一体どこへ。まああの大使の秘書官が悪いんですけどね、あいつがテロリストとつながって悪いことをしてたっていうのが一周目で判明したんですけど、シナリオ S ではそれがどう絡んでくるか。これこっちでいいんかな。08F と刻んである。これで7号車。室内のカードキー。多分こっちか。ん？よしよし。これで間違ったカードを入れてまうとビーってなって敵がワンサカ出てくるんで。気付けなダメですね。鍵が閉まっている。うわ閉まった。まあいいか、一回やから。まあ時間はこの状態ではまだゆっくりできますね。敵は人間ですよ。普通にテロリスト。ロシアのテロリストですね。VIP カードも預けとくか。とりあえずは。必要になったら引き出しましょう。で、これもいらん。そのフランス大使を乗せて、ロシアのサンクトペテルブルグを出発し、まあ、最終目標はとりあえずはフランスなんですけど、その道中でテロリストにこの列車が制圧されたと。ブルーハーベスト号っていうんですけど、でもちろんこの軍隊の護衛もついてたんですけど、そいつら全員制圧されて、その軍で、NATO 軍でたった一人生き残ったのがこのジャック・バウアーならぬジャック・モートンなんですけど。16個目さんいらっしゃい、こんばんは。今日も元気よくひん曲がってますね。一人でフランス大使を助けろと。TNT 爆弾。結局でも1周目は TNT 爆弾1個も使わんかったな。あ、そや。で、ゴーグル、ゴーグル。赤外線スコープ。一応調べときましょうか。これで赤外線を判別することもできるだろう。ケブラー製の防弾ベストだ。BM とイニシャルが記されている。ビリー・マグワイア。高性能爆弾薬。あ、コンバインできるな。ユーズで足元に置き攻撃ボタンで爆発する。VIP 用のバスルームの鏡に書いてあった数字は何かしら。まあ、あそこにも5って書いてありましたね。モートン少尉。前方車両を調べて、核を何とかしなくては。ロシアで軍事強硬派たちの動きが慌ただしくなっている。今回のテロと何か関係があるのかもしれない。夢の新システム、水素エンジンでしたっけ、あれ。水素エンジンの極秘機密で大儲けを企む。テロリストたち。
まあこの段階ではまだ何にも明確にはされてないんですけどね。2週目なんで、とりあえず1週目のネタはそんな感じでしたね。ビヨーン、いらっしゃい。17個目さん、ありがとうございます。何かがビヨーンと伸びたんでしょうか。ロック解除。ダクトの中に入れそうだ。あれ？これ入っていいんやったっけな。今日一日で靴紐が5回ほどけた。ちょっと濡らしたらええんちゃいます。濡らさん方がいいか。主に左。もう紐があかん。サッカー部はスパイクのあの蝶々結びの輪っかを靴紐の間に通すというのが定番でしたね。あれはほどけんためにやるんか、それとも蹴った時邪魔にならんからかな。なぜかみんなやってましたね、あれ。それ知らないですか。紐のクロスしてるとこありますよね。そこに輪っかと先っちょ、紐の先っちょを入れ込む。50年代の頃よ、普通のスパイクですよ。あ、ミスったな。あそこ降りてもうちょっと調べたかった。ドイツ、ベルリン。あとはこう土踏まずのところに一周回すやつとかね、紐が長いから。わあ、これ火炎放射器マンじゃなくてあれやな、電車でゴーイベントですね、これ。アイテムの取りこぼしありそう。ムーブムーブムーブ。まるでこの北斗の拳に出てきそうなボス。やったるぜ。やべ、こいつら後ろにおるな。やべ、そう、もらいすぎた。うわー、これどうする。まあいいか、救命パック落としたし。一個使ったの。まあほんまこんなところで使いたくないんですけどね。これまだ9個8個あるから余裕やんとかって思ってたら全く足りなくなるんで、もう一回入りたいな。ちょっと探索漏れしてますよね。もう入るつもりなかったけど。あれ、こんな至近距離やのに4発。やっぱ敵なんか動きようなってますかね、これ。前こんなに苦労せんかったのにな。
やっぱり感覚のズレがあるんやろうか。今は中に入っている場合ではないとかってなるんですかね、これ。こっから出てきましたよね。青になってないからやっぱ影開いてないな。行くしかないか。あれ？ちゃう。こんなところで戦ってない？こいつと。あの電車で GO イベントありましたよね。あっちの列車に飛び移って、あの防弾男と戦ったのに、ボスの動きが全然違う。で、戦う場所も違う。これがシナリオですか。これどこやろう。ビリー助けた後っぽいですね。アイテム欄。ああ、そうや。で、ベスト渡すの忘れた。いや、ちょうどよかった、やられて。ダクトに入るの早すぎたんですよね。ここで防弾チョッキ渡しとかんと、あの、ボリスに至近距離でドーンドーンドーンって撃ちまくられるんで。はい。というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、ありがとうございました。そして、コメントしてくれた方、ありがとうございました。続き次役でやっていきたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。フレッシュネスファクトリーオブエーの方は、引き続き、このままやっていきます。枠取りのためにしばしお待ちください。ここも結局箱を潰しても何もなかったですよね。一応潰しとくか、気になるから。よし、スクワットしましょう。枠取りしてる間スクワットで体を鍛える。ジャックモートン。ただちょっと画面ずっと見てて気持ち悪くなりますよね。次枠はよ。ありがとうございます。次枠までスクワットして、でも敵と戦う位置が違うってことはまた別のルートに入ってるっぽいですよね、あのボスと。なんかダサいなこいつ、やっぱり銃持ってなかったら。ただの迷彩服着た板前にしか見えない。鼻長い。鼻がでかいやつは、なんとやらとよく言いますからね。スクワットからはこついらっしゃい。長寮さん、ありがとうございます。ちょっと一服するかな。あれ？そうですね。ここにね、アサルトライフル入ってるんですけど、今はまだ開けれないんですよね。でも僕も今、若干こういう感じでヘッドセットつけて喋ってるんで、
これが僕やと言っても過言ではないですね。ジャック・モートン、モートン少尉。あかんな。とりあえずビリーに渡しに行こう。ポーランド、ポズナに。ん？ちゃうか。一瞬敵が来たんかと思った。5号車には何があるのかしら。なんとか大丈夫です。クリスティーナはこの緊迫した状況で何をあんなエロい格好しとるんでしょう。どこにあったんですか。紛失して始末書まで書いていました。ありがとうございます、少尉。もう忘れるなよ。よし、二日酔いで怒られて始末書を書いてた経験のあるビリー・マグワイヤー、おまけに防弾ベストまでなくして始末書を書いてましたね。よし、で探索漏れがないかもう一回調べて、からさっきのボス戦行くか。ここ多分閉まってるんですよね。ここロックされている。そうです、ジョン・マクレーン刑事、不死身の男。ジャック・バウアーです。ジャック・モートンって言うんですけどね、ほんまは。よし、でも探索漏れないな。ベスト渡したんで、これでとりあえず一旦セーブするか。あーでもどうしよっかな。これ多分機銃操作前ですよね。まあいいか、これで。爆弾も預けとこう。これもいらんかな。これもいらないですよね。よし、いやここでセーブしといた方がいいか、こんな段階で。まあ、とにかくでも防弾男はつかず離れず、というかギリギリ相手の蹴りが届かんぐらいの距離を保って撃てばそんなに怖い相手じゃないんですけどね。違う、こっちや。眠なってきたな。あ、すでに開いて。特に変わったところはない。
ダクトの中に入りそうだ。よし、ちょっと下がったステージの体勢に入ろう。まあでもチェイス・エクスプレスもかなり長いことやってますね。シナリオ A エンド見るのも結構時間かかったしな。S に入ってまだ今回2枠目ぐらいですよね。2枠目というか2日目ぐらいですよね。寝半来ました。あー楽やな。むしろこれぐらいリラックスして戦った方が。あー、ここマガジンも取り忘れてましたね、さっき。よきよき。ん？ロックを解除した。ああそうか、でここか。実験室の向かい側ですね。そうやって気を抜くから。いや意外とね、こっちの方がプレイアビリティは上がるんですよ。3個目さんいらっしゃい。いやまだまだですよ、まだまだかかります。こっから最短でいってあと4時間ぐらいかかるんちゃうかな。昔親戚のお兄さんのゲームを横から見ていた感じみたいです。いいですね、その懐かしい感じ。僕の理想とするところですよ。友達ん家行ってゲームやってるの見てるみたいな。それわかる。僕もいとこのお兄ちゃんがゲームやってるのをよく見てたり、まあ、友達とゲームやってるのとかよくやりましたもんね。わら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 と湧いてくるこの敵。こいつらやっぱりちょっと強なってますね。後ろから先に消すか。ゲーム横目にコロコロ。いやでもさっきと同じぐらい食らってるな。やべ、あぶね、ボタン押し間違えた。戦場において高低差はかなり不利。あ、アイテム落としてる。古い PC ゲーとかはやらないですね。というかまあ世代的にほとんど知らないんで。まあでも今はあれですよね、プロジェクトエッグとかで古い昔の PC ゲーとかもできるようになってるんで、いずれやってみたいですね、過去の名作とか。一度も日の目を見ることもなく消えていったゲーム。でもやっぱりリメイク作品って結構メジャーなタイトルばっかりなんで、あれやな、僕がやるべきゲームじゃないのが結構多いかもしれないですね。これも使うか。まあいいや。残りはあの棒が男。ストロングホールドとかコサックスとかわからないですね。パズルゲーとかかな。隙間を作る。隙間産業ですから。Take this!
これでも食らえ。あれ近づいてもこれ撃ってくるな、ボウガン。ああローリングが効かん。ぶら下がり作戦いくか。一周目こんな戦い方しなかったですよね。あの電車内で乗り換えた電車内で戦いましたもんね、ボウガン男は。 M9 これはとりあえずあれやったんだよな、ダクトの中からですね、ボウガン連射するに多分3発撃ったらおとなしくなるんでしょう。でもあの近づき作戦が効かなかったですね。 RTS RPG だとバルダーズゲート、あそうそう、バルダーズゲートってなんかあの妖芸のあれですよね、 PS2 で出てたんやったかな、前も誰か言ってましたね、バルダーズゲート。いやマイナーなやつ専門ってわけでもないんですけど、ただ僕の金銭に触れるものをちょこちょこ、まああとはその過去の名作はほとんどやってるっていうのもあるんですけどね、まあやりたくなったらやりますよ。この前のヘラクレスの栄光みたいにスーパーメジャーゲーム、まあ気分次第ですね結局は。まあでも基本的に神ゲーしかやらないんで僕は。このチェイス・ザ・エクスプレスとか、黄昏のオードとかサイバレティック・エンパイアとかね。プリズムコートは、まだちょっとわからないですよ。PC エンジンはやりますよ。ちょっとつい最近終わったのは、カットビタクハイ君やりましたね。まあ、あれは子供の頃、高くて買えなくて、つい最近ようやくできたんですけど。サターンドリキャスもやりますし、もちろんファミコン、スーファミ、PC エンジン、メガドライブ、あとは PS、PS2 とゲームキューブ Wii ぐらいですかね。あとセガマーク3とか、珍しくやった真の神ゲー。あ、天外魔境いいですね。そうだから多分ね、オリエンタルブルーはまあできたらやりたいんですけど、涙を先に3、天外3、涙を先にやってからやるかな、オリエンタルブルー。もう食らってでも突っ込んだ方が早い。天外魔境はね、あの2と、第4の目視録、あとは0ですね。一番やり込んだのは0かな。まあスーファミで出たっていうのもありますけど。ああ、やっぱあロックされてるか。あとはあのリアルタイム連動システム。天外魔境はね、ほんまに発売日に、0か、0は発売日に買いましたね。まあ、多分あれバースで開発違うのかな、怪獣物語の。王ちゃんやりますよあのでもそうコメントで出たらまたちょっと遠のきますね。みんなが忘れた頃にやってくるゲームなんで、あれはちょっとまだみんな覚えてるなってなったらあれですね、なかなかやるのどうなりますかね。
またそのうち突発で睡眠導入枠としてやりますよ。3天外3涙、全天外魔境ファンが涙したと言われる天外魔境3涙。本当は FX で出るはずだった天外 3PCFX。 僕もね、昔サターン買うか PCFX かで迷った時期あったんですよね。結果サターン選んで正解やと思いましたけど。ちょっとぶら下がり健康法作戦いってみるか。いやでも連射してくるなやっぱり。だいてあーご了承が来た。うわー強い、間違いなく強い。こいつ室内で戦ってた時よりぶら下がるの健康にはならないですね、間違いなく。ん？なんで当たらん。あーちょっ、これ食らんか。あー強いな。機動的には簡単に受けれそうなんですけどね、あいつがとにかく距離取ってくるんで、近づいてどうなるか。そう、ほんで僕ジライアやったことないんですよね。 CD ロムロム欲しくても買えなかったんで、食らっても復帰早いし連射するし逃げるし厄介というか、そのノックバックしないですよね、敵食らっても。不動の構え。近づいたら投げたりできたら、そうなんですよね。締め技とかあれば、背後から締めて、ノーキル目指すみたいな。それやったらメタルギアやれよっていう話ですよね。いや、ジライア、マンジマルは、2ですね。あ、ゲームキューブ。ジライアも出てるんですか、リメイク。Xbox かなんかでジライア出てたんかやったかな。ちょっと忘れましたけど。ま、2はね、PS2 にも出てますし、ゲームキューブにもありますよね。マンジマルの方は。ただ CD ロムロムでやりたいんは、まあ、いつも言ってますけど、やっぱ青龍伝説モンビットですね。あれは昔ファミ通で見てもめっちゃやりたかったんですけど、できなかった。そう、あれめっちゃおもろそうなんですよ。サンサーラナーガみたいで、竜の子育て RPG。 サンサーラナーガ2もクリアしてもう2年ぐらい経ってるかな。1年ぐらいですかね。ファミコン版やるやると言うてまだやってない。あるんですけど家には、なかなかタイミングが合わないですね。まあ多分次回やる RPG はおそらく歴史ロマンシリーズですね。今年何本目の歴史ロマン、2本目か。ちょっとスパン早いですけど、歴史ロマンシリーズで RPG1 本やります。
これでまず後ろに下がったらいい。あれ、いつも後ろから来るやつ、あいつどっから出てきてんねん。でこれ前行った後ろから来るんですよね。防こないですかこれ。おらんな、まだ。とにかくやりたい RPG が多すぎる。まあアクションもやりたいアクションいっぱいあるんですけど、まあ、言うててもほんまにやるの2年後とかになったりしてるんで、あれ？どっかでハンドガン用のマガジン、あ、これか。こんなまた見えにくいところ落としやがって。ちょ、ローリングゴロゴロ作戦してみるかな。一発でも食らったら終わるか。ゲーム詳しいお兄さん状態。そう、ゲーム好きなんです。やばい、使った方がいい。早いかな、あと一撃ぐらい。あ、ローリング中に打てへん。まあ当たり前なんですけど。やべやべ、でここで調子乗って打ったらあかんねんな。追っかけて打って、でまた距離詰めてこうか。ブワンで真ん中、2本打った時にブワンで真ん中に入ったらいいんですよね。よし、ちょっともう使うしかない。あ、よし、ちょ無敵時間せこいって。よし、やりました。あー、でも4つぐらい使ってもだな。あ、やったぜ、ボウガン。マイクロフィルム A を入手しますか。惜しい。クロスボウを入手しますか。初めてですよね、クロスボウ取ったん。あれ違ったっけ。あのワイヤーロープ通すときのクロスボウでしたっけ、これ。違うか。あ、破損して、あ、やっぱそうやな。クロスボウ取ってましたね。じゃああれか、シナリオ S で戦う場所が変わっただけなんか、それともルート分岐してもうてるんか、どっちかですね。これは多分あれでしょう、最後の次元爆弾解除の見取り図ですよね。一緒やな。
ルート分岐して戦う場所が変わっただけか。ああ、危ない危ない。危ない。ぶら下がり健康法。でもあれやな。このままやと、別エンド行ってまうのかな。これが戦闘車両。うわあ、いい景色。皆さん、これがベルリンの田舎風景。タラッタッタッタタララタラ。世界の車窓から思いっきり上乗ってますけど、あれは湖だろうか。まあいいうちやな。でも近くにコンビニとかないからめっちゃ不便そう。ナルト漁業組合さん、和骨ナルト漁、ナルトでいいんでしたっけ。それいらっしゃい、こんばんは。組合員ですよ。ドイツののどかな風景。ベルリンの人々は TNT 爆弾。回復使いすぎたな。はい、というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。もう一枠だけやるかな、今日は。いやでもこのキリいいところで終わっといた方がいいか。ボス倒したキリのいいところで。あ、バレてない。よし。あ、でもまあセーブするところまでやるんで、次枠行きたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。フレッシュの方はそのまま引き続きやっていきます。次枠早う。この枠取りの間が、あー間違えた、危な。一番まったりできる時間ですからね。ほんでフレッシュの動画アップロード配信の方もまたなんか過去のやつ全編フルであるバージョンなんか一本選んでアップロード配信もやっていくかな。ニコニコでやってた初期の頃ってね、最終回1話分だけ動画に残してるとか、エンディングのすぐ手前からの動画とかしかないんですよね。だからあの超絶神ゲーオーバーブラッド2の動画があんまりないんですよね。隠しミッションぐらいしかないねんな動画。
まあそっちのその細切れというかラストを撮ってる分はニコニコの方であげますかね。というわけで、長寮さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。こんばんはじゃないな、ずっと来てくれてありますもんね。いらっしゃい。よし、じゃあ続きやりましょうか。ボリスの情報が CIA から入ったわ。ソ連崩壊後、上官の不正を告発して逆に抹殺されかけた。変革の波に飲まれてしまったのね。優秀な愛国者が国を捨て冷酷なテロリストに変貌。今わかっているのはそこまでよ。ガンズ・オブ・パトリオット6号車の医務室で待機。この辺もファイルいっぱい落ちてたような気するな。何もなかったっけな。あのパラッパラのようなダンスはオーバーブラッドですよ。そこの君、名前は何というのかな。オーバーブラッド話面白かったな。まあ結構あるあるな話でしたけど、2016年に2116年のゲームをやりましたからね。あれがちょうどよかったな。いやでも あのダンスイベントとか超名場面やのに、あの動画は残ってないんですよね。ほんまほぼミッション8エンディングの動画すら残ってないんちゃうかな、オーバーブラッドに関しては。残ってたような気もするんですけど、これ絶対なんかアイテム落ちてますよね。落ちてないか。あの時の感動をまたみんなと共有したい。あ、これ模様か、下の白いやつは。あ、やばい。こんな時に限ってリロードしてないねんな。あるあるなんですけど、バイオでもフレッシュでやるもうずっと前ですね。だから多分放送の録画とかもまだその同時に録画しながらやってたんですけど、あの昔の古いノート PC で壊れる直前ぐらいから撮り始めたからな。だから黄昏のオードも残ってないですね。スサノオ伝説も残ってないですね。あれも相当前にやったんで、PC エンジンのスサノオ伝説。てか、セーブポイント遠いですね、ここ。何ぐらいから取り出したんやろな。レンタヒーローとかは動画あるような気しますね。あ、しまった。あ、そうか。でもここで VIP カードを引き出せるな。よしよし、まずはセーブ。防眼男を倒した直後、赤外線スコープってもう使うとこありましたっけ。使ったような気するな。ん？これが MIP か、ゴールドカード。ミンスク、これまたちょっと書きましょうか。
チェイス・ザ・エクスプレスのネスノートがこんなに埋まるとは思ってなかったですね。28分31秒が機銃前かな、これ。で、これシュツットガルトとかはあれですよね、シナリオ最初の1周目、海さんいらっしゃい、こんばんは。1周目のやつですよね。これ消すか。2周目シナリオ S、 あの棒眼男と電車の上で戦いました、さっき。あれ1周目と変わってますよね。これにセーブするか。いや、まだまだ行ってないですよ。それはめれる。墓のステージ。そうですね。ここおったっけ、敵。この敵も銃持ってこう走ってこられてめっちゃビビってるでしょうね。くるくるくるみたいな。ジャックがとんでもない。脱出について16号車両の緊急離脱用ヘリコプターが使用可能。MI28 自動システムにより搭乗後8秒以内に発進準備完了。8秒でスタンバイ。24ジャック・バウアー。 SP の上着のような内ポケットに何かある。やったぜ、これで二丁拳銃。でも二丁拳銃あんま使わんかったな、一周目も。ていうかマシンガン取り逃してません？山、そういや、マグワイ、あ、生きてる？あ、マグワイは生きてますよ。マグワイアイってなんか卑猥な言葉かと思いましたよ。マグワイア生きてますね。なんとか防弾チョッキも今は渡してる状態です。つけてなかった。男は狼なのよ。12個目さんいらっしゃい。ああ、まあそうですね。でもまあ同じようにやってもシナリオ変化してまうんかな、ちょっとわかんないですけど。でもあの棒眼男との戦いはあの1周目の場所とは違う場所で戦いましたね。すでにルート分岐がもう入ってしまってるんかもしれん。え？わあ、びっくりした。こんなロングフリーズ。
いや、これね、PC が調子悪くて止まったんか、今。危なかったですね。また1時間シコシコせなあかんところやった。何かの切れ込みがある。完全にフリーズったかと思いましたね。でもまあ、あれか。セブンポイント近いんで、まだダメージ少ないですけど。バルキリープロファイルやってた時ね、もうほんま1時間ぐらいやったデータ完全にフリーズして終わりましたからね。またのスリット。S の特殊だから気にしなくていい。あ、そうなんですか。あれ、ここ何もなかったっけな。まあまだか、この後ですね。何かの切れ込み。フリーズと戦いながらエイミ使い続けましたからね。ドラゴニックブローでしたっけ、何やったっけな、あいつの技。戦い、その戦いが変わって電車で GO、 そうそうそう、電車で GO イベントなくなりましたよね。コンバインしよう。二丁拳銃、これいらんところにやってもらうな。弾もったいないんですよね。スイッチして単発にしとくか。預けよう。少しだけ変わってる。ボディハザードもフリーズしましたよね。そうやそうや、ボディハザードもあれめっちゃ苦労していったのに、最後のクリアするワープでフリーズしてやり直しましたね。そういや、そこで止まるという恐怖。フィッシュアイズも一回フリーズしてるんですよ、あれ。フィッシュアイズ2やってた時もめっちゃでかい魚釣って、ああよかったよかった、セーブしようと思ったらフリーズしたんですよね。やばい、装備してなかった。あ、全シナリオ。その後いろいろ。そうですね。世界記録。世界記録上げましょう、世界記録。あれ、こっちちゃうな。あ、こっちでいいんやったっけな。世界記録する気ない。でも、あれでしょ、多分世界10決には余裕で入れるでしょ、多分。やり込みが半端ないんで。エキスパートクリアで、そうですよね。とか、銃使って戦われへんのちゃうかっていうぐらいきついですよね、エキスパート。だから
誰もやってない、誰もやってないからこそですよ。世界でもほぼない。でもやったことありますっていう方結構いらっしゃいますよね。さっきもいたありましたよね、このゲームやったことあるって。あれ、これでいいんやったかな。一度やってそれっきり。ゲームシステムは悪くない。まあメタルギアソリッドほんま革新的すぎましたからね。少し変わる。5号車1階後方デッキ。パワープロの、パワープロに入ってた体験版で、体験版やりまくりましたもんね。なんだこのゲームはと。シナリオ変化する。まあ、んで意外と、その体験版だけで、満足してもうて、本編やったんはだいぶ後っていうのもありますけど、ダクト入って終了するやつ。ビビってるビビってる。ほらほら、あいついつ出てくるかとビクビクしてますよ。どりゃバカめ。え、ちょっとあのチェックしに戻ってるんです。取りこぼしがないか。でもこれで戻るからあれなんかな、いつも玉足りんようになるんかな。なぜかワゴンでこれあったら。ワゴンゲーイコール、期待感大ということですからね。前評判かなり良かったんでしょう。でないとワゴン行かないですからね。でも全く期待されてなかったらそもそも入荷しないですからね。大ヒット。だってファイナルファンタジー12でも速攻でワゴンでしたもんね。 PS これしかやってない。他のゲームやらなかったんですか。あ、最近は来た、これなんとか。やべやべ、ここ当たってる。危ね。そういや思い出した、この辺でマシンガン取れたはず。メシンガンを。ああ、これ面白いですよ普通に。うわ、これはないわとかっていうほどでもないから余計中途半端なんですよ多分ね。そうそう、あのシナリオ文系かなりあるみたいなんで。機械来たら扉で避ける。
いっぱいになったな。ちょっとこれ預けに行かんとダメですね。調子乗って進んだらあかんやつ。で、攻略とか見ん限り絶対わからん全シナリオ。セーブポイントなかったでしたっけ？セーブポイント。今行っても意味ない？あの、あそこですよね。スコープ使うところですよね。いや、そろそろ終了なんで。あ、まだ終了じゃないか。あと8分あるな。セーブしに行こうかなと思ったんですけど。アイテム預けたいのと。しまった、しまった、初めて当たったこれ。やべやべ、あぶな。遊んでる場合じゃなかった。あそこ意外と当たりにくいんですけどね。頭に入ってる。これで解除されるんですかね。ああ、戻ってる。ああ、っていうか、もったいないことしたな、今。これやられたら、どこになるんやろ。ええー、普通に歩いたらよかった。どこでセーブしたんでしたっけ？ボウガン男倒した直後やったかな。あ、ここか。ビップルームやったら。ここですね。あの、なんか変な機械操作して進むところ。あそこもでもなんか意味わからないですよね。なんかヒントもなしに適当にあの操作パネルいじくってたら次の扉開くみたいな、なんかそんな感じないですか。63個目さん、いらっしゃい、こんばんは。慢心しましたね。そういうとこだぞ、米来ますね。二丁拳銃になってるな。完全に初見プレイ。あそこなんか、うわ、しまった、当たったとかって思っても意外と当たってないことが多い。あれやのにな、あのレーダー、完全にこれ今のあのレーダーに触れてるやろみたいな時に作動しないはずなんですけどね。
これなんかこう適当にこうやってなんかこんなんやってたら開きますよね。これがよくわからないですよね。なんでこんな、こんなギミックを用意したのか。上行ったらマシンガンでしたっけ。爆弾使うこと、ああ、爆弾で破壊せえってことですか。ヘビーマシンガン取りました。見つかって退避。おお、あ、こんなやつらおったな、そういや。やべ、使うか。コロコロローリングでかわしたらよかった。入室者に関し、担当兵が ID カードをチェックし、投用紙に書き込むこと。赤外線ルーム。遅なったけど来たで、いらっしゃい。こんばんは。入室者指名、ピエール・サイモン。入室目的、保管物、保管物持ち込み、尾行持ち出し物なし。フィリップ・メイソン、サイモン大使の付き添い、持ち込み、持ち出し物なし。はい、というわけで残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。まあとりあえず今日はこれで終わりたいと思います。フレッシュネスファクトリーオブエーを見に来てくれた方もありがとうございました。コメントロムって見てくれた方、まあ、また次回、いつになるかわかんないですけど、この続き。ていうか、一回やられて、あのさっきの1000ポイントからやり直すかな。これ多分戻れないですよね、あの、床歩いてきたんで。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、ニコニコの方終わっちゃいましたね。どうしようかな。まあいいか。多分戻れないですよね。戻れるんかな。あ、ていうか、ロック解除したのか、戻れるか。ロック解除するとこありましたよね。ん？ちゃうちゃう。こっちか。あ、ここやな。
から一番近いセーブポイント。って聞いてましたよね、多分。おっとおった。バカめ。あれ。危ない。危ない危ない。よし、ここでセーブして終わっときましょう。次は赤外線からですね。はい、それではお疲れ様でした。ありがとうございました。そしておやすみなさい。ほなまたね。ちょっともっと表情が見えるところで終わりたかったのにな。まあいいか。お疲れ様でした。おやすみなさい。